民族、民族とは一定の文化的特徴を基準として、他と区別される共同体を言う。土地、血縁関係、言語の共有、母語や宗教、伝承、社会組織などがその基準となるが、普遍的な客観的基準を設けても、概念内容と一致しない場合が多いことから、むしろある、民族概念への帰属意識という主観的基準が、客観的基準であるとされることもある。 また、日本語の民族の語には、近代国民国家の成立と密接な関係を有する政治的共同体の色の濃いネーションの概念と、政治的共同体の形成や、集合的な主体を成しているという意識の有無とは、かかりなく、同一の文化習俗を有する集団として認識されるエスニックグループ。ジュリアン・ハクスリーが公安の概念の双方が十分、区別されずに共存しているため、 その仕様においては一定の注意を要する。以下に見られるごとく、民族という概念は広がりを持つものであり、客観的基準を設けても、概念内容と一致しない場合が多い。中国の古典では、民族は一定のグループを成す、人々の共同体を指す、近代的な文化的な固有性というニュアンスでの民族の要例の最も早い例としては、6世紀の 前半に成立した南西書列伝十五の高一伝古漢伝中の今初歌氏女民族ドルガはしかもし弁許乱用エビスレー民族を詩族とする写本もあるという記述を挙げることができる。なおこの記事は次大部やその子女までも中国の北朝の異民族の風俗エビスレーに染まっていると述べている部分である。しかし、 この歴史書は、南氏の編纂後語は読まれることが少なくなったと、異れており、現代日本の民族概念に影響を与えている、確証はない。これはあくまでも中国語における民族の語源を示す、ものであって、日本語の社会科学の概念としての民族を、いかに定義するかのもんとは混同されてはならないだろう。なお、当初は、ネーションの訳語としては、種族や、 人民も広く使用された。アダム・スミスの国とみいに見られるように国民の訳も用いられた。ヘボン、和英語臨修正、三般はネーションの訳語に国民、人民だけを挙げている。もちろん、戦前においてすでにウッドロー・ウィルソンの民族自決権の思想などが紹介されており、早い時期から民族がネーションの訳語として用いられていた点にも注意すべきで、 現代日本語では、ネーションは、民族、国民、国家、国民国家、ネーションなどと強調されている側面に応じて訳し、分けられる傾向にある、よって、本校の内容も一部は、必然的に国民の項と重複せざるをない。他方で、エスニック系統の語については、事情は複雑であり、一般的には、民族と訳されることが多いが、学術的な文脈では、 必ずしもそうではない。エスニックグループは、社会科学の分野では、エスニック集団などと訳し、民族という語を避ける場合も多い。なお、台湾などの中国語圏でも、民族ネーション概念に対して、エスニックグループは、族群と訳され、民族との訳語を避けることが多く、日本でも、族群概念を導入した論文もある。日常語では、何の問題もない。 少数民族という言葉も社会科学では極めて問題含みの言葉として批判されることもある。こうした日本語、民族の曖昧な多義性を現代において露呈してきたエトノスとネーションの曖昧で明確な区分の難しい複雑な関係性を表現可能な言葉だとして肯定的に評価する立場もあるが、エトノスがネーションの解区分として導入された点を重視し、 両者を訳し分けるべきだとする考えもある。しかしその場合にも、民族をどちらの語義に引き付けて定義し、信号をどちらに当てるかには、一致した見解は得られていない。従って、社会科学的な概念として、民族概念を使用する場合には、それぞれの論者がいかなる意味で用いるのかを明らかにすべきろう。その場合、単純に言語へとのす。 エスニックグループなどと翻訳して使うという立場も、便宜的ではあるがしばしば見られる態度である。参照国民、リーア・グリーンフェルドによれば、英語としてのネーションは、以下のような5段階の変化を経てきた。元来、ネーションは、ラテン語において、生まれを意味する、ナチオ、ナテオに由来する概念であり、ジェンズ、ゲンスと並んで血統と羊の女神を意味した。家族より大きく、 氏族よりも狭い、同じ生まれに帰属する人々を指す言葉であった。中世には、ナチオという言葉は、ボローニャ大学やパリ大学をはじめとして、同じカレッジの構成員、または学生たちのグループを指した。彼らは、同じ地域の出身で、同じ言語を話し、自分たちの監修法に従うものとされた互助的な自治組織であった。しかしこれらは国家を基準としたものではなく、 あくまでも緩い地理的な基盤によるものであった。例えば、1383年と1384年には、パリ大学で進学を学んでいたジャン・ジェルソンは二度に、渡って、フランス人学生団、同教団、フレンチネション、フランス生まれでフランス語を話す学生たちの代表に、選出された。パリ大学での学生のナチオへの分割は、プラハ大学でも踏襲された。 1349年の開校以来、ステゥディウム・ゲネラーレ、ストディム・ジェネロレイは、ボヘミア、バイエルン、ザクセン、マイセン、そして、ポーランドのネーションに分割されていた。この意味でのナジオは、種族的な出自を問わず、身分や地位によって規定されるもので、高位聖職者や、中小の貴族身分などからなっていた。1808年にはフィヒテが、ドイツ国民にぐの講演を行ったが、 未だ反応は鈍かった。結局、やがて、ドイツ統一はナショナリズムによってではなく、プロイセン国家主義によって遂行された。フランスやアメリカのナショナリズムは、過去の歴史の共有ではなく、これからの歴史の共有、その意種という普遍主義的で時には、同化主義的な性格を帯びることになった。1882年、エネストルナン、国民とは何か、チャエストシーイーチャ。 うねネ,ネーションネーションとは日々の人民投票である。こうして成立したネーションを歴史学や政治学、社会学などが反省的に定義しようとしたとき、ネーションを区分すべき基準となる特徴を確定する試みがまずなされた。今世紀に入って研究者は民族体の構成内容について言語以外にもたくさんの客観的基準を付け加えた。 共同の地域、血統、エトに、族群。スミス、文化的な原初的共同体、宗教、あるいは共同の信仰などである、クリフォード・ギアツ、アントニー・ディ・スミス、ヨシフ・スターリンなど。ネーションを政治的独立を獲得する独特な共同体として考える定義としては、まず、ヘルダーを挙げることができる。ヘルダーはネーションを一種のとみなした。19世紀の初め、 ピヒテはこの考え方を推し進め、一個の独特の言語グループは必ず一個の独立のネーションであり、自らの生活を持たねばならず、そしてまたその自らの生活を制御できなければならないと主張した。スターリンによる1913年の論文、マルクス主義と民族問題での定義は以下のようなものである。しかし、研究者の中にはこれらの客観的特質が、 ネーションの定義の十分条件をなすことを、はだしい場合には必要条件をなすことすら、否定する者も,もいる。カナベン1996、ゲルナー1983、ホブスボーム1992、ルナン 1994? ホブスボームの説得力のある指摘によれば、もしもネーションに一個の定義を下さなければならないならば、いわゆる客観的な条件は、 すべて適切な基準ではない。言語を例に挙げて、ホブズ・ボームは資料に訴えている。イタリアが1860年に統一された時、正当な標準イタリア語を話せたのは、全体の2.5%に過ぎなかった。他にも、1789年のフランス革命の勃発時に半分以上のフランス人はフランス語を話せず、南フランス住民のほとんどは、オック語話者だった。 言い換えるならば、いわゆる民族言語というものは、主としてナショナリズムの実践の結果なのであって、ネーションやナショナリズムの原因とみなすことはできないので、ある。その上、こうしたネーションを定義するのに用いられてきた、客観的基準、言語、えとに、その他のものも、それ自身が変化しうるものであり、明確な定義も書いている。我々は、 ゲルナーにこうした観察に関連した論点を見ることができる。ネーションの本質は主観的な意識、サブジェクティブコンシャスネスなのであって、それが政治的、文化的、生物学的なものであるかどうかにかかわらず、客観的に共有される特質にはよらないとする議論、ある。ヒューシートン・ワトソンは一つのグループが相当部分を占め、 自らを一個のネーションを成すべきと考えるようになったとき、コンシガーゼムセルブスツーフォーム、A ネーション、あるいは彼らがすでに一個のネーションを成しているかのように、振る舞うようになったとき、ビヘイブアズイフゼイフォームドワン、たちまち一つのネーションが存在するようになると主張する。エリック・ホブズ・ボームも同様の立場を取る。最初の作業仮説として、人々の十分に大きな集団があって、 その成員が自らをネーションの一員とみなしているのであれば、それをネーションとして取り扱うことにしよう。またアネスト・ゲルナーは、一方では、まず闘争が始めにあって、その後にネーションがやってくることができるということを主張し、他方では、また、一つのネーションは必ず、互いに一つのネーションに属しているとみなしている、人々からなる必要があることを強調する。実際、 こうした現代の研究者がネーションの主観的な構築性を指摘するはるか以前に、こうした観点は今では古典となっている社会科学の著作の中に早くから現れていた。社会学の巨匠マックス・ウェーバーは民族体、ネーションフードの間主観的側面を強調し、グループのいわゆる客観的特質はネーションを定義するのには役に立たたず、そのためネーションという概念が 価値的領域、スフェア・オブ・バレスに属していることを発見するに至った。ネーションという概念は、主として本質的に他のグループを前にして持つ一種特別の連帯感情の上に作り上げられている。ルナンもまた1882年に早くも指摘している。共同の地理や地域、言語、種族あるいは宗教、を、そうした条件を持っているということは、少しもネーションの存在の 十分、あるいは、必要条件とみなすことはできない。それに反して、ネーションは互いに関連した二つの要素を持っている。一つは、過去の記憶の豊かな遺産の共有であり、もう一つは、共に暮らし、これらの遺産を受け継いでいこうという欲望である。そのため、我々が、ネーションの本質について、認識を深めようと思うのならば、こうした特別な歴史の意識から出てきた、連帯感。 ソリダリティの探求を進めなければならない。そのため、ネーションは一種の道徳的形式、英法ームオブ・モラリティとして理解されるべきなのである。ルナン1994。確かに常実の主観的な要素は、ネーションの形成過程において、重要な役割を演じていることは、間違いないのだが、しかし、この主観的な意識による定義は、実際に採用するにははっきりと不十分な。 点がありする。集合的な連帯感は、他の様々な社会的団体、家族や結社、商業組織に存在し得るもので、ネーションに限定されるものではない。主観的な意識は最低限の条件なのである。解決の鍵は、こうした主観的な要素が、客観的な基礎の上に構築されると認識することで、ある。現実の生活においては、ネーションのメンバーは、自分が、 集合的な連帯感によって繋がれて、一つの団体を成しているとはみなしていない。反対に、いくつかの、それ以外の要素を列挙する。共通の文化、祖先、歴史、政治制度、あるいは特定の地域への帰属意識などである。こうしたものによって、彼らは一つに結合されているのである。ベネディクト・アンダーソンの有名な定義がある。 アンダーソンによればネーションは一種の人工物であり、一個の創造された政治的な共同体である。しかし、このことはネーションが虚偽の存在であることを意味しない。採用すべき戦略は、創造の様式及びこの創造を可能にした制度を用いて、この二つの点でのネーションの特殊性を理解することなのである。アンダーソンが挙げている例は、印刷資本主義、プリントキャピタリズムであり、 またそれによって出現したネーションを一個の社会学的な共同体へと変えた新しい文学のジャンルであるところの新聞と小説である。スタイル以外でも共同体を区別するその他の基準を我々は当然乱すことができる。例えばその規模の大小や行政組織の階層化の程度、内部での平等の程度などなどである。 ネーションとナショナリズムを研究する上で主要な目的は、ネーションに関わる創造された集合的な連帯感の特殊な形式を乱すことである。クレイグ・キャルホーンの提供する以下のリストは、多かれ少なかれ一つの共同体がネーションとして創造されるための基礎的条件になり得ると思われるものを挙げている。注意すべきことは、これらの特徴はナショナルな習字なのであって、 通常ネーションを記述する特徴として主張されるものなのである。実際、我々は経験的な手段に訴えてネーションを定義することはできない。例えば、主権が達成されているかどうか、内部が分裂しているか、一貫性が維持されているか、あるいははっきりとした境界線を引けるかどうかということを言うことはできない。逆に、ネーションは通例大いに、 これらの主張によって構成されているのであり、これらの主張は単に記述的なものではなく、規範的なものでもある。これらの特徴は、ナショナルな感情の基礎を提供するに十分であり得るが、しかし、一つとして、絶対に必要な特徴というものはない。異なるグループに対して、彼らが自分たちが一つのネーションを成すゆえんを主張するとき、そのことによって、実際に、 別の種類のグループが事実上建設されるのである。我々はすべてのこうした主張を主催に検討し、これらの主張をその人々を結びつけている一種の信仰として認識する必要がある。ケラスは以下のような定義を提案している。エトノスは元来古代ギリシアでポリスの住民であるデモスに対してギリシア人デモポリスを形成していない地域の住民や、 ヒギリシア人といった周辺の住民の種族的単位を読んだ言葉によしくる。特にアリストテレス以降はヒギリシア人に限定して使う傾向が強まるという。このギリシア語、チータニュー、エスノス、エトノス、および形容詞型イセニコス、エトニコスは旧約聖書のギリシア語訳にあたり、ヒユダヤ人、異教徒を指すヘブライ語の訳語に使われ、中英語でも 異教徒、異邦人を指した。そこから、近世には、英語では、アイルランド人などを、やや軽蔑的なニュアンスで呼ぶ言葉としても使われた。確かに元来のギリシア語のエトノスには、より一般的にある一定のグループをなす人々、種族、民族、国民を指す意味があるのだが、民族学誕生時に、このギリシア語が復活して使用され出すにあたり、そこに単に民族というだけでなく、異教徒。 異民族、他者というニュアンスが入っていたことは否めない。大航海時代とそれに続く西欧による植民地化によって、西欧は様々な異なる文化、習慣を持つ人々に出会うこととなった。その際、西欧的な基準で文明を有しないとされた人々を指す派として使用された言葉の一つが、このエスニックという語であった。まさしく、エスノロジーエスノロジー。 文化人類学の対象がエトノスだった。しかしエトノス、エスニックグループ、エトニの用語が当初から用いられたわけではなく、文化人類学、民族学はその対象となる人間集団を多くの場合はネーションやピープル、フォールックの用語で呼んだ。明治的にネーションと区別された概念としてエトノスが導入されたのは比較的近年のことである。 とりわけネーションが未だ国家との一体性を強い、願意として持たなかったナショナリズム以前の時期には、ネーションやレースはしばしば単にエスニックな意味合いで用いられた。エトノスが社会科学の概念として導入された意味の中には、とりわけアメリカや中国、ソ連などの多民族国家において、回区分であるエスノスが民族自決権を持たないという願意がある。もし、 個々のエスノスが民族自決権を持つなら、個々のエスノスがネーションとして独立することを主張することになる。ソ連や中国のような多くのエトノスエスノスを包含した国では、エスノスに民族自決権を認めるならば、国家が分解してしまうという危惧が存在していた。このゆえに、ネーションと区別して、エスノスという語が盛んに用いられるようになった。非正王の異民族。 国家内部の少数民族に対する、こうしたナショナルな主権、政治性、民族自決権を認めない、あるいは度外視して扱う、という差別化の視線は、そうした文化人類学的な、非政治的という形での植民地主義的、政治的な視線の対象であったもろ、民族がナショナルな意識を身につけ始めるにつれて、動揺し始める。そこで、変わって描かれるようになる。 図式の一つが、エトノスが政治的に進歩してネーションを獲得するという進化図式であった。しかしこの図式はエスニックなものをネーションの基盤となるものとみなすという点で、ネーションについて批判された本質主義をエトノスに転化するものであると同時に、裏口から政治的な成熟度のような西欧的な文明によるランク付けを保存する面もある。 ある人間集団をエトノスとして見つめ、ネーションとして見ないということは、多くの場合、非常に政治的な、しばしば差別的な願意を持っているが、文化人類学的な分析視点にネーションがなじまい、過剰な概念であることは事実であり、また近年では、必ずしもナショナルな主張を行わない、エスニックグループも多く、この区別の意味を単に政治的に批判することはできない。 エスニックバウンダリー論を展開したフレデリック・バースは、エスニックグループについて、と規定した。この時、エスニックグループの間の際は、社会的に維持される、相互作用の場であって、客観的、物質的な境界が存在する必要はないとされた。しかし、出自意識を伴う文化的、マイノリティグループをエスニックとして規定すると、同じ論理で、ネーションの多数派グループもまた、 エスニシティとして規定されることは避けられない。こうして、エスニシティ概念は、マイノリティグループばかりでなく、多数派にも、また国家を横断して存在するグループにも、次第に広く、文化的共通性と帰属、出自意識に基づく集団に縁されるようになった。日本語の、民族は、役語としてはネーションに由来しながらも、国家の存在を前提としないため、多くの場合には、 このような意味でのエスニックグループと一致することとなった。より実用的定義として、母語による定義がある。ウラル語族を母語とする民族は、ウラル系民族、トゥルク諸語を母語とする民族は、トゥルク系民族などである。この場合、民族のくくりは、言語のそれと等しくなり、言語によって民族が一位に定まる。また、語族によって定義された、 民族集団に得意的な Y 染色体ハプログループは以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。